太郎は犯人が消防団の中にいると突き止めたようです。それは一体誰なのか？いつも仲良くしている5人の中にいるのか、それとも他の団員なのか、どうやって突き止めたのか、太郎は確信しているようです。間違いなく犯人は団員の中にいると。ハヤブサ消防団。第7話では、都内の書店でミステリ作家、三馬太郎の新刊のサイン会が予定されている。そのニュースを聞き、藤本勘介、徳田翔吾、森野洋介、宮原邦夫、山原健作といった、ハヤブサ消防団のメンバーたちは、研修旅行を兼ねて東京へと向かった。彼らは都会の雰囲気に興奮しながら、楽しい時間を過ごしていた。しかし、食事中、勘介は自分たちがいない間のハヤブサでの火災を懸念し、不安を口にする。太郎は冷静に、放火犯は今、ハヤブサにはいない、と答え、驚くメンバーたちの前で、その犯人の名前を明かす。一同は驚きの表情を浮かべるが、その直後には、さらなる予期せぬ出来事が彼らを待っていた。一方、その頃、ハヤブサ地区では、立木彩が中心となって、何か不可解な動きが始まっていた。第7話はこのようなお話になるようですが、予告の映像でおじさまたちが東京駅前ではしゃいでいるのはとても面白い絵でした。勘介なんて完全に人気アニメの海賊王のまんま。田舎の子供の夏休みのようなおじさまたちが東京に行くのは、研修旅行を太郎のサイン会に合わせていくようです。東京に消防の研修とは、まあ東京にもハヤブサ地区のようなところはありますが、あんな大都会に行くのは完全に太郎を出しにした遊び以外の何者でもないような気がします。しかし、ちょっと高級そうなレストランでは、雰囲気が変わって、全員真剣な表情で、太郎が話すことに耳を傾けています。そこで太郎が放火犯の名前を出すようですが、勘介は火事が起こった時、太郎といたので、火をつけるのは不可。そして、健作さんは自分のところの作業場が燃え、しかも自分の命も落としかけたのでありえない。残るは徳田さん、森野さん、宮原さんに絞られてくるのですが、アリバイや動機が太郎は全くわかっていません。いや、わかったから特定できたと言っているのか。今回の回で、和尚の江西タスクが居酒屋三角に来て話をしている間に、太郎と相槌を打っていました。太郎はそこで犯人が分かったようです。話していたのは、イノシシをボタン鍋にして肉を食べる話と、和尚がもともとは都会のサラリーマンで30年前に移住してきた話。そんな話の中で、なぜ犯人が特定されたのか。そもそも太郎が消防団員の中に犯人がいると疑い出したのは、次回作の小説、カッコーは都会で笑うというタイトルをルミナスソーラーの真鍋が知っていたということでしたね。このタイトルを知っているのは太郎のほか消防団の仲のいい5人だけ。だから太郎は疑ったのですが、しかし、あと一人知っている人はいました。編集者の中山だ。彼の行動は、
太郎を本当に助けているようですが、何かに導いている感じもします。もちろん火事の時は東京にいたというアリバイはあるのでしょうけど、どこまで本当かはわかりません。太郎の家に火事が起こった時は、東京のオフィスにいたから、彼が犯人ではないのでしょうけど、太郎の家はぼや程度で、しかも母屋ではなく畑。他の火事は住むところがなくなったり、命を落とす危険があった。危険性が全然違う火事だと言ってもいいでしょう。そして中山田からはあまりにも貴重すぎる情報が入りすぎます。アビゲイル騎士団のこと、ルミナスソーラーのこと、ネットにすら載っていない情報をかき集めてきますね。まあそれが彼の仕事であり、得意技だと言われればそれまでですが、それでも役に立ちすぎるほど立っています。ベンジンも不自然なほど簡単に見つけるし、そもそもなんで何度もハヤブサ地区に足を運んでいるのか。動機は太郎にハヤブサ地区から東京へ戻ってほしいことかもしれない。太郎とのやりとりはウェブではなく直接の方がいいと思っている。そしてミステリーを作り出すことで太郎に作家としてインスピレーションを与えたい。あとは中山田もアビゲイル騎士団の信者だった。もしくは今でも信者の一人。いろいろなことが考えられます。それに犯人は何も一人ということでもないかもしれません。消防団の中にもいるし、ストレートに真鍋、そして立木彩も絡んで複数人いるかも。その全員で太郎をどこかに導いているとしたら、まだまだたくさんの人が怪しくて、誰一人として完全に真っ白な人はいないような状況です。次回のお話が終われば、他の誰かがとても怪しくなって、真犯人は最終回の最後までわからないかもしれませんね。ハヤブサ消防団、次回も楽しみです。では、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。